家好，欢迎来到 Z-Fashion， 我是东京的主持人杨子。现在我们在的地方是从表参道往青山方向直走过一条马路，这一块购物区就是叫青山。那在这里有什么呢？有很多一线品牌哦，比如说有 Prada， 有咩咩 ，Undercover， Marc Jacobs， 哦，还有 CDZ， 还有哦，就是那个包包的品牌叫 Issey Miyake。那我觉得呢，在东京涉谷区最时尚、最一线、最 high fashion 的购物区就是这里了。こんにちは。すげえ恥ずかしいです。今日買い物ですか？そうなんですよ。ちょっとたまにはね、休日にお買い物にでも行こうかなと。はい。で、かっこいいこと言ってみました。なるほど。はい。めっちゃ笑ってますけど大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。はい。めっちゃ可愛いなと思って。この辺よく来るんですか？まあちょっと4年に1回ぐらい。4年に1回ぐらい行きますよ。今日オリンピックですか？オリンピックです。私の中での今日はオリンピックです。なるほど。で、今日のコーデを1回。今日のコーディネート、でも見ての通りですよ。あのお買い物そこら辺に行った感じですか？いやまあそうなんですよ。あの好きなブランドがちょっとここら辺にあるんで、まあちょっとそれもヒステリックグラマー。ああ好きです私も。すぐそこにあるんで、まあちょっとそこ見ながらな感じでちょっと財布1個できました。さすがサザエさん的なね。サザエさん的なね。行きました行きました。今日の中で一番お気に入りのやつってどれですか？お気に入りはね、この T シャツかな。めっちゃ可愛い。これ誰ですか？そう。これキスです。あ、キス。知らないんかい。すいません。知らないんかい。そうなんだ。じゃあ、この夏やってみたい何かあります？急に来ますね。ファッションじゃないじゃないですか。この夏やってみたいファッションね。この夏やってみたいファッション。それ言ってくれないと流れてくる。危なくもうなんか、ウィンドサーフィンとか言いそうになりましたよ、本当に。行きますじゃあ。この夏やってみたい。そうだなぁ。なんかね、あの、見てわかるんですけど、ボーイッシュな格好が多いんですよ。ねえ、いつもね。いつもボーイッシュな格好って。で、マリーさん、バイクに乗るんで、やっぱ、何さん？何さん？マリーさん。マリーさん？マリーさん。それ今聞く？ごめんね。あの、ボーイッシュな格好多いんですよ。で、やっぱなんか夏になるとみんな女の子で露出するじゃないですか。そうですね、そうですね。露出結構ほんとしないんですよね。あ、しない派ですか？ほんとしないんですよ。なるほど。できれば、本当肌見せたくない。見せたくない。今の腕でも嫌だ。嫌だ。嫌だぐらいなんで。夏大変じゃないですか。大変だ。家出ない。もう家出ない。話それとる。だからちょっとね、露出ができるような。はい。まあちょっとファッションとかしてみたいなと。なるほど。せっかく女の子なんでね。そうですね。一応ね。一応ね。そう。一応歴史としたね。そうそうそう。だからまあちょっとそういうガールズ的な。ガールズ的な。ガールズファッションやってみたいなと思います。なるほど。はい。いいと思う。じゃあ、そのガールズファッションでこの夏。そうね。言ってるだけですけどね、私。実際やらないんかい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。